富士市から見た今朝の富士山はうっすら雪化粧しているのがわかります。今日の富士山山頂は午前9時に氷点下 10.8 度と今季一番の冷え込みとなり、今朝富士市からは白く雪が積もる姿を望むことができました。一方で富士山の初冠雪は山頂で1日の平均気温の最高値が出た日以降で、甲府地方気象台から冠雪が確認できたときに発表されることになっていて、甲府地方気象台によりますと午前11時現在で確認できなかったことから、記録が始まってから最も遅い初冠雪の発表は見送りとなっています。